もアイロン通したりとか、ブローしてもすごくなんかツンって仕上がるのが、なるほどなるほど、すごいやりやすいし、なんかちょっと時短になるなと思って。皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、ちょっと船田さんと一緒に前回ナイトキャップについてちょっとご紹介したんですけど、今回は枕カバーシルクのこれについて、まあ、美容師の観点からね、ちょっと簡単にこうレビューとしてご紹介していきたいと思います。この枕カバーはなんかこう印象的に使う前どんな感じですか？髪には優しいんだろうなとか、ほうほう、良さそうだなっていうふうには思ったことはあります、ね、うん、なるほどなるほど、っていうぐらいの感じやったよな。そうです ね、僕もなんかその使う前なんか気持ちよさそうやなとか、夏ひんやりしそうやなぐらいの感じやったんですけど、なんか2週間ぐらいこう使ってもらって、はい、どうでした？私は結構自分の毛が細くて、うんうん、昔から寝相がすごかったんですけど、はいはいはい、後頭部とかすごい寝癖でぐしゃぐしゃぐしゃってなってたのが、あ、絡まるやつや。あ、そうです、本当にすごくて、うん、それがなくなりました。キュッて収まるようになりました。じゃあもうその摩擦みたいなのがやっぱなくなるってことやな。多分そういうことですよね。あ、なるほどね。やっぱりでもそのシルクだから、その摩擦とかを軽減してくれるっていうのは多分あると思うし、ツルツルだから。僕もなんか使ってみたんですけど、ちょっとこう保湿される、まあ年齢もあるんでちょっと乾燥肌なんですけど、なんかこう肌にこう触れてることによって朝起きた時に潤ってるような感じがちょっと印象的にあったんで、これってどういうものなのかってことをちょっとご紹介していきたいと思います。じゃあまず枕カバーこのね特徴、ヘアケアのがありますよね。まあヘアケアがあるってことは、さっき言ってた摩擦をちょっと抑えてくれたりとかしてね、寝癖をまず抑えてくれる、で髪の毛をちょっと潤いがある、保湿効果をもたらしてくれるっていう多分効果が一個あるかなと。睡眠の質も上げてくれるみたいです。汗かくじゃないですか。うちちょっと子供がいるから俺で寝てたんですけど、汗かくんで、でその時でもやっぱこうシルクだから結構通気性がいいみたいで、睡眠の質も上げてくれるっていう効果がある。最後やっぱこうお肌こう凍めるんで、基本的にツルツルしてるんで、こうスキンケアの効果もあるっていうのが特徴的にあると思います。じゃあ、まあ、ナイトキャップとの違い、はい、ちょっとこうあれなんか被りますね。そう、あの耳までこうナイトキャップ入れなあかんけど、こうやって、まあ、僕だったら、まあ、変な話短いんでそのままこう被るけど、女性の方だとちょっと被るの面倒くさいみたいな、そうですね、ちょっとあるじゃないですか。で朝起きた時にこれかぶ、せっかく被ったけど、なんやろ、ちょっと寝癖つきやすかったりとか、起きた時にこれ脱げてるっていう場合で、なんかあんまり効果が実感できないという方も、そういった声でお客様だったあったんですよ。と比べたらやっぱりこの枕カバーは脱げることはないし、だからもうこのままこう寝てたら常にまあ効果が得られるというか、でナイトキャップとは違ってやっぱり枕カバーの方がまあ人を選ばず、まあ効果が実感しやすいかなっていう印象はあります。なんですけど、こっちだけ使うとかこっちだけ使うっていうのじゃなくて、なんか皆さん結構両方使ってる人、やっぱなんかその女性からの観点からすると、まあ、そんな値段も高くないじゃないですか。そうですね。だったらまあこっちも使いつつ、やっぱりね、枕カバーも一緒に併用するってなったら、脱げたとしてもこいつあるし、確かにっていう感じの印象あるから、多分ね両方使ってる方結構多いと思います今ちょっとこう裏面はこのコットン、こっちが両方シルクコットンバージョン、これ2種類あって、生地の厚さちょっと違う、若干、あ、本当ですね、このそう、やっぱこの片面の部分、まあ、値段も多分一緒だったので、まあ、ちょっとその辺はあるんですけど、片面の部分だけだとやっぱこっちのその両面よりも少し分厚め、モン目っていうような、このシルクの生地の厚さっていうのかな、はい、でこれが25モン目で、こっちが19モン目ちょっと言いづらいそう、25と19の違いがあって、やっぱちょっと分厚さが結構ある。で、シルク一応 100% 両方、こっちがコットンなんですよね、これもコットン 100% っていう状態になってるかなと思います。で、種類的にこれ今の袋タイプ、そう、封筒タイプ、封筒タイプ、そう、封筒タイプのやつとこのジップタイプ、まあなんかこれ人によってね好みもあるかなと思うんですけど、まあこういう状態になってるかなと。で、この両面タイプはもう封筒タイプしかないですよ。あ、そうなんですか。そう、そう、封筒タイプしかなくて、でファスナータイプは両方あるっていう3種類の展開になっているかな。で、あの大きさ、これ多分通常ですよね。通常
より大きめの通常ってこと？いや、通常ですね。通常枕？通常枕これぐらいじゃん。なんか確かに私の持ってるのはぴったりでした。ぴったりでしょ、はい、大体これ多分通常。で、もう一個、大きめの枕もやっぱあるみたいで、まあその2種類で、一応対応してるよっていう感じです。ナイトキャップって、こう、ツルツルしてないじゃないですか。だから、なんかその髪の毛が外に出てこないように、動きにくくする効果があるために、その中はそんなにツルツルしてない。で、保湿をされる。で、こっちは別に動いてもいいんですけど、摩擦を軽減するっていう効果があるので、なので、まあこういった感じの作りになってるっていうふうに言ってます。ちょっと気になるところが、やっぱ、このパッケージからですね、はい、この袋から、ちょっとね、折れ目ついてる。ああ、そうです。だからまあ折れ目が気になる人、なんかこう、新しく出しましたみたいな感じで気になる人っているじゃないですか。まあそれがちょっとあるかなぐらいなんですけど、でも洗ったりとかしたら消えるって。よだれ垂れるタイプですか？一回垂れますよね。よだれ垂れたりとか、あと涙とかでもちょっとシミになりやすいんですって。人によってどれぐらいの周期で洗うかどうかちょっとわかんないですけど、まあそれって皆さんね、いろいろあると思うね、考え方は。だと思うんですけど、洗い方がめんどくさい。え、本当ですか？洗濯機入れたらいいと思ってる？いや、手洗い。あ、そう、はい、多分、まあ女性もないとみんなわかってる。もう男性なんで、もう結構大雑把。もう洗濯機入れようかなと思ったんですけど、説明書見て、あ、これあかんねん。もう一気になんかケバケバなるみたいです。やっぱり。ちょっと優しめの洗剤とかで、もう優しく揉み洗い。だよだれとか垂れたところはもし、綺麗にね、してあげるとか、タオルで、ね、ちょっとこう、なんですかね、こう、押さえながら、水分を取っていくみたいな。で、しっかりとこう、やって、干す。乾燥機とかかけたら絶対ダメ。しばしばになっちゃう。うん。っていう感じなので、まあそんな感じでちょっと手入れをしていかないといけないかなっていうのが、若干めんどくさいなっていうぐらい。そう、両目つるつるバージョンやったら、こう、ベッドから、このままなんか落ちていきやすいって、こう、滑りやすいって。なるほど、うん。っていうのがやっぱりあったりとかするんで、そういう方は、まあこういうね、後ろがコットンタイプのやつの方が、こう滑りづらいよっていう風な感じでもあるし、こういうナイトキャップも一緒に併用してあげると、髪の毛だったりとか、より本当に保湿効果が結構あったりもするので、個人的にはいいかなとは思います。そう、なんか他使ってみて何かある？私がこれを使い始めてから、うん、その朝起きた時の髪の毛のまとまりとか潤いがしっかりある気がするので、なんかそのままアイロン通したりとか、ブローしてもすごくなんかふんって仕上がるのが、なるほどなるほど、すごいやりやすいし、なんかちょっと時短になるなと思います。でも確かにそうですよね。僕らなんか美容師ってやっぱお客様に朝起きた時にアイロンそのまま入れないでくださいねって結構言うんですよ。言われたことあるかも。で、ある方もいらっしゃるかなと思うんですけど、確かに潤ってるから水分残ってたりとかするから、確かにブローとかしても綺麗に後つく。綺麗につきます。あ、確かにそれはあると思います。ただ、やっぱりちゃんと乾かしてから、かぶらないような感じで、ちゃんと乾かしてから出ないと多分いけないっていう風な部分はあるんで、しっかりとね乾かしてあげるっていうのがやっぱベストかな。朝の時短には結構なるかも。確かにそれはあると思います。なのでね、ちょっと温着したい方ね、絶対使った方がいいですよ。そう、本当になんかめっちゃ楽です、なんか櫛も寝癖とかで乾かして、サボサになっても風出して乾かしてみたいなのが一切なくなったので、確かにすごい楽で、めちゃくちゃいいじゃないですか。いや確かにね、本当引っかかる人はめちゃくちゃ多いと思うので、ぜひね皆さん、特にハイトーンの方ね、皆さんめちゃくちゃハイトーンだから、ね、細毛の方とかでもめちゃくちゃいいと思いますし、まあよかったら参考にしてみてください。はい、ということでね、今日は枕カバー、うん、シルクの枕カバーについてちょっとご紹介させていただきました。今回ね、ここシルクさんについてご紹介させてもらいました。結構ね、ヘアケアだったりとかスキンケアね、日々ねやっていきたい方、めちゃくちゃ使えるかなと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。この動画が良かったらグッドボタンと、あとチャンネル登録とコメントもよろしくお願いします。お願いします。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。